で、僕自身は絶対に見た方がいいと思います。はっきり言って腰抜けるほどすごいんですけども、そもそも宮崎駿もわからないというふうに言ってます。宮崎駿はですね、作画してないんですよね。採点するんだとしたらですね、もうね、新宮崎駿のですね、アニメ多分ね、もう作り始めてると僕は睨んでます。君たちはどういけるか見てきたんですけどもですね、まあ初日の初回ですね、満席でした。で、僕はびっくりしたのはですね、見に行かない、絶対見に行かないという人が多かったんですけども、多かったとか割といたんですけど、その人たちはなぜかというとですね、説教されると思ったんですね。タイトルが君たちはどう生きるかというですね、タイトルだから説教を食らうと思ったんですけども、そんなはずないじゃないですか。駿はね、インタビューでは説教するんですけど、映画で説教したのってラピュタとトトロまでじゃないですか。あの辺までがやや説教臭い映画であってですね、それ以降、ポニョンに説教なんてかけらもないし、紅の豚にもないし、ハウルにもないですね。だから宮崎駿の映画イコール説教臭いっていうのは なんかね、多分みんな間違えて捉えてるだけだと思うんですけど、千と千尋説教、いや千と千尋も説教ないね。で、ですね、映画 .com の評価はさっきも話したようにですね、すごくいいという人と、もう全然ダメという人に綺麗にばらけてですね、 3.3 です。で、 3.3 で、これね、採点したのが450人以上なんですけどもですね、6割以上の人が4をつけたんですけども、4割近くが 3.9 以下という数字になりました。宮崎アニメではですね、ありえない数字ですね。本当にびっくりです。3.8、3.9、今回の映画内容的に 4.0 はきついだろうなと思ったんですけども、 4.2 とかきついだろうなと思ったんですけども、3.3 は本当にありえない低評価ですね。で、案外多くのですね、映画見た人がこれはつまらんとかですね、ダメだっていうふうに割とね、断じてるというかね、切ってるんですよ。で、今回の配信ではですね、そういうなぜ低評価になったのかというのを分析しようと思います。で、僕自身は絶対に見た方がいいと思います。絶対に見た方がいいんですけども、採点するんだとしたらですね、ギリ90点、もうね、88か9かなと思いながらギリ90点ですね。なんでかっていうとですね、見た方が絶対いいんですけども、僕が好きな映画じゃないんですよ。僕が好きなタイプじゃないんですよ。僕が好きなのはその機動戦士ガンダムの最初のテレビ版みたいにですね、子供向けのエンタメなんだけども、ここまでやるっていうですね、その制限の中で頑張っている職人さん、大人の姿なんですね。なんかこう素材とかそういうのものをふんだんに贅沢にした料理ではなくて、ラーメン屋で1杯800円とかですね、ハンバーグ屋でですね、1人前1200円の枠の中で頑張って仕事してる姿っていうのを僕は美しさ感じるのですね。なんかそういう意味では僕の好きなタイプの映画ではない、つまりエンタメと中身を両立させようとしている宮崎映画じゃないんですよね。なので僕としてはですね、それでも絶対見た方がいいと思うので、ギリ90点です。で、知らずに見た方がいいのか、事前情報なしで見た方がいいのかに関してはですね、この無料を全部ネタバレなしにしているので、お分かりの通りですね、できるだけ何も知らずに見た方がいいと思います。なので、この無料ではですね、そういうネタバレなしで語ろうと思います。言っちゃえばジブリ初のですね、読める作品なんですよ。なんかこう見るではなくて読み取る作品なんですね。で、ジブリとしてはね、これ初じゃないのかな。これまでもですね、思い出のマーニーとかですね、アリエッティとかですね、読める作品あるんですけど、それでも表面上の構造としては子供でも分かるようなエンタメにですね、仕上げてきてるんですね。だから、ところが今回はですね、分かりやすいテーマがないんですよ。で、宣伝もしてくれない、評判の悪いですね、鈴木敏夫さんの生きろとかですね、生きねばみたいなですね、テーマ一言にした言葉、かぐや姫の罪と罰みたい、それもないのですね、ガイドラインゼロなんですよね。で、ガイドラインゼロってね、全映画監督がやりたいことなんですよ、実は。多分全作家、全漫画家、全小説家がやりたいことなんじゃないのかな。僕自身も王立宇宙軍お悩みその翼でやりたかったですもん。あの時本当にできるだけ情報を出さないで、このタイトルだけでやってくれというふうに
あのお願いして、もしくはイメージイラストせめて1枚だけで行ったんですけども、絶対ダメだと言われたんですね。でっていうのは、女神の翼オリゾー宇宙軍というのは全くの異世界で、全くの馴染みのない主人公、それもこれまでのアニメの受けキャラでないのを出したのでですね、できればストーリーも事前情報何も知らないまま見てほしいんですよ。しかしですね、当時 の, その東方東亜宣伝部というのはナウシカ路線やるんですね。タイトルもなんとかのなんとかでないとダメだっていうですね、風の谷のナウシカみたいにのが入ってないとダメだと。で、ナウシカみたいにですね、少女が奇跡を起こす話じゃないとダメだと。ナウシカは少女が奇跡を起こす話じゃないんですけどももうこれも引っ張られてるんですね。だから愛を信じる少女リークリのテレパシーで奇跡が起きるみたいな感じで宣伝されたしですね、それでも必死で止めたんだけど、そういうふうに返事され宣伝されたんですけども、まあこれはまあ僕らが腕がないというかですね、信頼がないからですね。で、ジブリなら宮崎駿ならギリギリこの手使えるんですよ。全く事前情報なしで宮崎駿の新作だというだけで客はかなり見てくれるはずだっていうのはですね、いけるわけですよ。だから現に客、今映画館パンパンに客入ってますけどもですね、まあ宮崎駿ならギリギリ可能なんですね。で、このクリエイターなら誰でも憧れるですね、まっさら事前情報ゼロの状態で見てほしいっていうので、まあまあ公開したわけですね。で、これはもうはっきり言っちゃえばクリエイターのエゴなんですよ。これまでですね、まあエンターテインメントに徹する作品作ってきて、もののけ姫でもですね、タイトル勝手に変えられたのも渋々納得した宮崎駿へのですね、まあご褒美みたいなもんだというふうに考えればいいんじゃないかなと思います。なので、事前情報ね、ちょっとあった方が本当はいいんでしょうけども、せっかくこんなゼロっていう機会珍しいんだから、できるだけ皆さんゼロで行ってみてください。ただと言いながらですね、皆さんですね、その時間もお金も余裕あるわけじゃないですよね。つまりこんなに事前情報ないのに、どんな素晴らしい映画でも自分の好みかどうかわかんないですよね。で、おまけに僕が、100% エンタメというわけではないって言ってんだから、ちょっとビビる気持ちがわかるんですよ。で、おまけにですね、みんな見てくださいと言いながら、僕も全員におすすめできる映画でもないんですよ。少なくとも子供を連れて行く映画じゃないです。家族みんなで楽しめる映画じゃないです。それはもう、クレヨンしんちゃんを待ってくださいですよ。あとね、カリオストロとかね、ナウシカとかラピュタとか紅の豚っていうですね、初期の宮崎作品、あれをですね、求めている人にもですね、こうちょっとなんじゃこりゃな映画になると思うんです。冒険活劇とですね、鈴木敏夫さん事前に言ってたんですけども、確かに冒険活劇ですよねっていうですね、こんな感じなんですよ。確かにそうですよねなんですよ。で、まあなので純粋にですね、楽しめるエンタメだけを求める人には、正直言ってちょっと向いてないとは思います、これね。で、ある程度難しい映画というふうに覚悟を決めたら、じゃあ見に行けるのかと、予備知識ゼロで僕は見てほしいと僕は思うんですけども、正直しんどい人が半分ぐらいいると思います。で、なので今日の無料はですね、そういう人のためのですね、最低限のガイドライン出します。まあまあいや私はそういうガイドラインいりません、まっさらな状態で見たいという人はですね、ここまでで終わってください。ここからはガイドラインを出します。というわけでガイドラインですね、なんでこの絶賛と不満が出るのかですね、つまり分かるっていう人と分からないっていう人がいるんですよ。こんなのね、ジブリ映画でこれまでないんですよね。で、あと面白いと面白くないという人がいるんですよ。で、この4つの要素が組み合わさって感想できてるんですけどもですね、絶賛の人の中心意見はですね、これですね、分かったから面白い、こういう人もいるんです。で、絶賛のしてる中心意見で、分かったんだけどこれ面白くねえよと、分かんないから面白くないじゃないですよ、分かったんだけどやりたいことは分かった、テーマもよく分かったけどこれつまんねえよという人もかなりいて、これ否定のね中心意見これだと思います。で、分からないけど面白い、この人たちはまた見に行こうになるんですよ。で、分からないし面白くもない、こういう人たちはね、割と発言しないんですよね、 SNS でも何でもですね。なんか分からないっていうことがですね、なんだろうな、恥ずかしいというかですね、自分が足りないからかなと思っちゃって、だいたいこういう人無言になっちゃうんでですね、否定してる人はね、
あの、やりたいことわかるけど、これ好きじゃないよとかですね、何が何だかちんぷんかんぷんで、なんじゃこれって言ってる人が多いんでですね、なんかこの3つの意見だと思います。で、おまけにこれにですね、すごいとすごくないという軸も入るんですよ。すごいすごくない。つまり、あの、分かったし面白いけどすごくないですよ。YouTube 配信で今回の、あの、君たちはどう生きるかに関して、まあこれはダサくだって文句言ってる人結構いるんですよね。で、そういう人たちはですね、大体分かったし面白いんだろうけども、これまでの宮崎駿作品に比べてあんまりすごくないよねっていうふうに言ってる人が割といるように見えました。で、これね、なんでかっていうと、まああのね、今回パンフレットとかね、情報がほぼ出てないんで、当て推量になるんですけども、宮崎駿はですね、作画してないんですよね。これまで宮崎駿は、その監督であってですね、絵コンテであって演出なんですけどもですね、アニメーターが描いてきた原画をガンガン直すわけですね。特にあの、もののけ姫の時なんかですね、足高がなんか、ちょっと長い間病気で寝てて起きた時にですね、草、茂みのですね、坂道をですね、転げ落ちるところがあるんですけど、で、NHK かな、日テレかな、どっちかのドキュメントで見た時にですね、描いたアニメーターの悪口を言い出して、こんな風にバランス崩して、こんな風に転ぶわけないじゃないですか、こいつはね、人間の動きで何も分かってませんよっていう風にですね、ドキュメンタリーのカメラが回ってるのに部下の悪口を言いながらですね、そこを直して、こうだ、こうだ、こうだ、ほら、こうなるっていう風に言ってるんですけども、まあ、あれはあれで迷惑なんですけども、あれのおかげでですね、宮崎駿の映画には魔法の粉がかかってるわけですね、マジックパウダーが。ティンカーベルが振りかける魔法の粉みたいなもんで、あれでなんか全体の飛翔感というか飛んでる感じというかですね、素晴らしい感じが出てるんですけど、今回それがね、まあ、ほぼないんですね。あのね、ものすごいイメージが足りないというかね、冒頭のシーン、映画始まって5分か10分は腰抜けるほどすごいんですけども、それ以降は僕は、ああ、なんか、いいね、いいねぐらいであって、うわ、何これっていうのがですね、ちょっと最後までない感じでした。冒頭は本当にすごいんですけどもですね、ただですね、その代わりにですね、何がいいのかって言ってですね、これまでのジブリ作品のパレードなんですよ。ディズニーランド行ったらパレードありますよね。で、まあ、パッパッパッと音楽流しながら各昔の映画とかですね、今やってる映画のですね、パレードあって、あれ楽しいじゃないですか。あれがあるんですよ。あんな感じでですね、いろんなジブリ映画のこれまでのいろんなものが見れて、なのでジブリファンが見たら大満足です。その意味ではですね。で、ただディズニーのパレードと同じで、ディズニーのパレードって楽しいですけども、例えばそのトイストーリーのパレードは、トイストーリーという映画ほどすごいわけじゃないんですよね。で、不思議の国のアリスのパレードのですね、やつは、不思議の国のアリスという映画ほどすごくはないんですよ。思い出させてくれてありがたい、ありがたいっていう感じなんですよ。その意味でですね、まあ、見たら満足なんですけども、まあ、僕は別に、別にディズニーランド行ったらパレードなんか見ませんよ。トイストーリー見たけりゃトイストーリーの映画見ますよ。もう一回。なんか、人間が着てる着ぐるみがいて、はっはーってやってるの見て、何が楽しいもんかって僕は思います。ただ大多数のディズニーランドに行く人はあれが大好きなので、多分ね、ジブリファンはあれ喜ぶと思います。あのパレードは。で、なんでじゃあここのですね、その分かる分からないっていうかですね、分からないなんていう言葉がですね、宮崎アニメが出てくるのかっていうと、分からないのではないんですよね。分かるように作ってないんですよ。はっきり言って。で、そもそも宮崎駿も分からないというふうに言ってます。2023年の2月下旬、東京都内のスタジオで上映された君たちはどう生きるのかの初号試写。これはですね、君たちはどう生きるのかの作者の人のですね、孫かな、お孫さんかなんか家族の方がですね、招待されてみて、で、公開後にはですね、発表して構わないというふうに言われたんで出したコメントです。エンドロールが終わった瞬間、明かりがつき、宮崎駿のコメントが読み上げられた。まあ、初号車に来てないわけですね。コメントが読み上げられた。おそらく訳が分からなかったことでしょう。私自身、訳が分からないところがありました。っていうふうにですね、言ってます。だから、宮崎駿もですね、これ何なのかよく訳が分かってないんですよ。で、こういう作り方ってありなんですけども、アニメでね、本当にこの作り方珍しいです。で、分からないけど面白がることは可能な映画なんですよね。それはですね、アートとして鑑賞すると、やたら面白い、めちゃくちゃ面白いんですよ。で、賛否両論の理由はやっぱり、この、
読み解けたと思った人には傑作なんですね。でエンタメを期待して見に来た人は、まあ、ダサく、これってねアートの特徴でもあるんですよ。アートにしても、ああこれか、なるほどねと思った人はそのアートをすごく面白がるし、いやなんかうまい絵とか綺麗な絵を見に来たのに、なんだこれわけわかんない、なんかこれどうせなんか差別とかなんか表してると言うんだろう、戦争を表してるとか言うんだろう、つまんねえなっていうふうに思った人は、分かった感じでもやっぱ面白くないんですね。この分かる分かんないで面白さが分かれるっていうのはアートの特徴なんですよ。でこれ僕の定義でしかないんですけども、専門家の定義でも何でもないです。僕にとってアートとは何かっていうと、ものすごく面白い形の鏡なんですよ。立体で大体作ってあるんだけど、まあ、平面でデコボコしてる場合もあるんですけど、すごい面白い模様が入ってたり、形自体が面白い鏡なんですよ。だからその鏡を見ると自分が映ってるわけですね。で、あ、自分とはこういうふうに見えるのかとか、あ、こんなふうに自分が映って面白いって思うのがアートなんですけれども、つまりこの見るものの理解とか解釈を要求するのがアートの特徴だと僕は思います。で、例えばそのダヴィンチのですね、モナリザって絵があるじゃないですか、すごい有名な。あれ、どの時代の誰が見ても絶対的に名作かっていうと、そうじゃないと思うんですよね。一部の人は、もう別にもしモナリザがずっと未発見でいきなり発見された時にですね、誰の作品か分かんなくてもピンとくると思うんですけれども、その一部の人以外の大多数の人は、ルネッサンスの時代にこういうレオナルド・ダ・ヴィンチっていう人がいて、その人が描いた絵で、これ遠近法を確立してっていうような、うんちくなり知識なり、なんだろう、絵画の流れみたいなものがあって、初めて、あ、面白いな、素晴らしいなっていう観点を持つと思うんですね。で、アートってそういう見方もありなんですよ。勉強して面白がるのもアートだし、直感で面白がるのもアートで、どっちのアプローチとってもいいんですけどもですね、ただそういう解説がいらないごく一部の人は、あ、この絵はすごいってピンとくる人がいるんですよ。で、このピンとくるような一部の人、アートが分かる人というふうに呼びます。で、アートが分かる人にとってはですね、作品鑑賞っていうのは自分の力を試すテストでありですね、なんかこの謎解きみたいなもんなんですね。謎解きの問題出されたらワクワクする人と、分かんなかったら嫌でイライラする人にあるじゃないですか。そういうふうに分かれると思うんですけども、アートって絵を見てワクワクする人のためのもんでですね、なんかこう見てる自分を試される場でもあるんですよね。だから分からない作品でも驚かないし、逆にこういう意味かなっていうふうに考えるのが楽しい。だからそのアートとは自分を映す鏡。分かんなかったら自分の鑑賞感が足りないのか、もしくは合ってない作品なのかというふうに思うわけですね。で、おまけにですね、アートが分かる人を100人集めたら、100人全員がですね、全ての名作にピンとくるわけでもないんですよ。このアートが分かるっていうのはね、絶対的な基準がないんですよね。だからその一言の感性とか、これまでに出会ったアート作品によってセンサーが違うんですよ。全くセンサーが違う、だからアートに慣れてる人、アートを見慣れてる人は、その個人個人によって実はセンサーってかなり違うなって分かってるから、万人の人の全ての人に理解してもらえるアートっていうのはこの世の中に存在しないってことを知ってるんですね。だからこの絵はなぜ素晴らしいか説明してくださいとか、なんでアートなんですかと聞かれたら、ちょっとアートしてる人だったら全員、うん、それを聞かれても困るなっていうふうに思っちゃうわけですよ。私にとっては素晴らしいし、アート好きの人は大体こう言うと思うよとしか言えないんですよ。それぐらいしか言えない。山田五郎チャンネルでもですね、やっぱり説明するとこんな感じになると思うんですね。俺にとっては素晴らしい。で、大体、海外でも日本でも評価はこういうふうになってるから、あなたにとって面白くなかったら、それはあなたが間違ってるんじゃなくて、あなたに合わないだけですっていうふうな言い方するんですよ。これがまあ、アートの特徴というかですね、ちょっと回りくどい説明になりました。で、君たちはどう生きるのかの評価が分かれる原因はですね、実は世にも珍しいアニメで作られたアートなんですよ。だからアート系の人、アートが分かる人には受けるんですよ。で、なんでアニメで作られたアートが世にも珍しいのかっていうとですね、映画もですね、なかなかアートにならないんですよ。だって映画って共同作業だからですよね。映画って共同作業だから、で、おまけに予算や山ほどかかるから、プロデューサーとか出資者に、こんな作品ですっていうふうに説明しなきゃいけないんですよ。で、説明すればするほど、
なんだろうな、その説明した言葉にみんなとらわれてそれをやろうとするんですね。そうすると作家が持ってる自分でも何でかわからないものを説明しなきゃいけなくなるんですよ。で、説明した瞬間にそれをもう作ったら違うものになっちゃうから、だからアート作品って個人作品ではできる、で小説ではできる、漫画でもギリギリできるんだけども、映画ではなかなかできにくい。ところが実写映画っていうのはありがたいことにですね、天気とか俳優の演技は思い通りにならないんですね。なので偶然ですね、アートに近いものができることがあるし、あとは監督が完璧主義者だったりですね、あまり周りに説明しない高圧的な強い権力を持っている場合は、やっぱこれもアート映画ができる場合あるんですけど、アニメーションの場合も絶対そうじゃないんですよ。アニメーションってね、皆さん意外かもわかんないですけども、アニメーターの原画の人間たちっていうのはもう本当に口が達者でですね、押井守にさえ喧嘩吹っかけるような奴らばっかりなんですね。なんでこうなるんですかって、それ前と同じじゃないですかっていうふうに言って、自分の書きやすい方向にグイ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 曲げようとするんですよ。で、監督っていうのは、そうじゃねえ、こうだこうだこうだって言うんですけど、それでも言っても聞かないから違うもんが上がってくる。そうすると結果的にどうなるのかっていうと、押井さんみたいにですね、すごい優秀な作画監督に全部任せるか、もしくは宮崎駿みたいにテレビのカメラが回っていても文句言いながら全部書き直すかになっちゃうわけですけども、それでもですね、やっぱり、鈴木敏夫と話してて、例えば「足高石器」というタイトルにしたかったように「もののけ姫」というタイトルにされるようにですね、共同作業である以上はやっぱ濃密な打ち合わせを繰り返していくうちに、絵コンテを描いたりするうちに、自分がやりたいことを映画より先に具体化しちゃうんですね。そうするとそこから自分が持っている根源的な、こんなことがやりたかったんだっていう発見みたいなものがどん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 失われていくんですよ。ここがね、映画とか特にアニメ、ってさっき言ったような、天然のね、ロケした日の光とかですね、俳優の演技みたいな要素がほとんどないわけですよ。もう全部決めて、で、演技の秒数まで全部ストップウォッチで決めて、その範囲内でやってっていう、全部予定調和で作っていくもんだから、アニメーションで本当にアートなんて作れたもんじゃないはずなんですけども、今回できちゃったんですよね。で、アート好きの人からですね、ちょっと匿名なお便り来たので読んでみます。私は抽象的な映画が好きで本当恥ずかしいんですけどというところから始まります。抽象的な映画が好きなのは恥ずかしいことなんですね。普段から自分のテーゼというかテーマを持っている人、アート系や人文科学系にとっては自分のテーマを勝手に見出して考える道具にできちゃうから道具としてものすごい便利です。だから、今回のこの映画のことです。君たちはまさに自分の思想を勝手に展開するのに超便利な映画だって思いましたっていうふうに書いてありますね。だからさっき話したですね、宮崎駿にも実は分かってないっていうのは、さっき の関係者の証言みたいなものを聞かなくても分かるんですよ。なんでかというと、宮崎駿がこのストーリーはこのキャラはなんでこうなるのか分かってないから、そこら中で矛盾してるわけですね。出てくるキャラクターが、これは宮崎駿に違いない、これはなんか鈴木敏夫に違いないというふうにみんなこう当て物してるんですよ。ツイッターでもそういう情報やってるんですけど、結構バラバラで結構矛盾してるんですよ。当たり前ですよ。それは宮崎駿が矛盾してるからです。で、これまでの宮崎駿だったら絵コンテやって作画打ち合わせして、それぞれの作画担当の人と話し合ったりするときに、これらの矛盾っていうのは全部整理されちゃうんですね。で、整理された方が統一的なレベルの高いものが上がるんですけども、今回レベルが高いとこ目指してないんですよ。レベルがあんまり上がらなくてもいいから、矛盾したものをそのまんま出そうとしてるわけですね。だから、そのアオサギ男が何を象徴してるのかというのに関しても、宮崎駿の中でもうバラバラなんですよ。シーンごとにバラバラと言ってもいいぐらいです。なのでですね、宮崎駿もこのストーリーはなんでこうなってるのか、これ何なのかっていうのは分からないし、説明できないまま作れたんですよ。この説明できないまま作れるってことが、いかにものすごくて素晴らしくて、観客には迷惑なことかっていうことですよね。説明するつもりもないんですよ。ただなんとなくこうしかない、こうなるんじゃないかっていうことで思ったって、なぜそうなのか見る人が勝手に考えてくださいっていう映画なのでですね、この不親切さは、腹が立つ人は、この不親切さに腹が立つ人にはダサくなんですよ。で、こういうアートに慣れてる人にとってはもう大好物なわけですよ。いやいや、もうありがとうございます、美味しい美味しいって、だって作者も分かんないんでしょっていうふうに言って、みんなニコニコパクパク食べるんですよ。だから、
まあね、この人物は鈴木敏夫だとか、この建物はスタジオジブリだというふうにですね、大興奮して当て推理をするわけですね。で、どんな当て推理をしても必ず矛盾が見つかるという楽しさ。そりゃそうですよ。宮崎駿もよく分かってないんだから、矛盾するんですよ。で、僕はこの作品はね、その、整合性が取れてないので、解釈するには不向きだと思います。岡田斗司夫がどんな解釈するのかと言われてるんですけど、これ実は解釈するのに不向きな作品なんですよ。あの、宮崎駿の夢の話を聞いてると思ってください。で、あ、おじいちゃん、それね、多分あなたにとってのね、母親の関係だと思うよ。無意識に作品に出ちゃうね。面白いね、ぐらいのスタンスがちょうどいいです。そういうですよ。おじいちゃんのたわごとというか、やけに面白いたわごとを聞いてると。ってください。あとですね、その、僕が今回面白いなと思ったのが、今回からですね、あの、公開前あたり、この映画の公開前からですね、宮崎駿のザキの字が、この辰崎っていうですね、字が変わっています。宮崎駿、これ宮崎駿ですね。まあだからといってですね、宮崎駿と読んでくれっていう意味じゃないと思うんですよね。あの、未だにひらがなでサインするときは宮崎駿って書いてますからですね。ただその、今回ね、ま、テーマは、その、多分死なんですよね。死ぬことなんですよ。だから、その、ホタルの墓で高畑勲がやったことに対するチャレンジというか、まあ、アンサーと言ってもいいんですけども、これね、こういうことをですね、テーマにするのは、まあ、新宮崎駿だなというふうに僕は思うんですね。新宮崎駿だからこう解明したんじゃないかなというふうになんとなく思ってるんですけども、新宮崎駿の頭の中のですね、イメージみんな変えた方がいいです。これまでは白髪のですね、なんかおじいちゃんでメガネかけてエプロンしてガハハでしょ。新宮崎駿違います。茶髪です。茶髪でですね、パーカー着てるんですよ。パーカー着てですね。まあなんかアーティストっぽいことをすぐに言うんですよ。中二病っぽいことちょっと言うんですよね。だからまああの、ビートたけしと北野たけしの差ぐらいですよね。あの、茶髪にしたわけじゃないです。具体的に茶髪にしたわけじゃないんですけど、みんなの頭の中の宮崎駿をですね、よりビート、今の北野たけしのようにですね、茶髪とか金髪のですね、ファンキーなじいちゃんぐらいに変えた方が、多分いいと思います。これ、キムタ、なんだろうな、ネタバレでないのでギリギリ言えるラインなんですけども。でね、高畑勲をこれまで追いかけてきて、ああいうアニメを作らなければいけないと思ってきた宮崎駿が、今回は、いや、庵野秀明とか新海誠みたいなアニメを作らなきゃいけないと思ってですね、なんか急になんだろうね、手塚治虫がですね、晩年になって急にですね、鳥山明とか大友克洋を意識したような感じですね。まあ、意識してるだけなんですけども、そこら辺のね、あがきが、なんか可愛いし面白いですよ。で、ヒットするとは思うんですけども、もうまとめに入りますけども、大ヒットするかどうかは微妙ですね。今のところ満員なんですけども、3週間で終わる映画館もあると思うので、早めに行ってください。早めに。で、1回目で分かんなかった人はですね、1回目で分かんなくてつまんなかった人はですね、ちょっと限定の方でですね、少し謎解きしますんで、そっちの方聞いたらですね、いきなり見通しがめちゃくちゃ良くなりますからですね、それ見てからもう1回見に行ってください。で、興行収益ね、80億ぐらいじゃないと思いますね。100億いったらちょっとびっくりします。100億いったらね、いや、日本の観客のレベル相当高いなと思うんですけども、アートにはなったんですけども、エンタメにはできなかったんです。だから、壮大な実験作だと思います。失敗作とは言いません。実験作です、これ。で、みんなね、はい、宮崎駿にエンタメを期待してるからですね、ちょっと戸惑ってるんだと思いますね。だから、スラムダンクって実験作なんですけど、ちゃんとエンタメになってたから大成功したんですけども、その意味で、ちょっとエンタメにするのは足りなかったなと。
で文句を言いたいポイントもあります。なんでギリギリ90点なのかっていうと、もうイメージを絵にする力が弱まってるんですよね。これはまあさっき言ったスタッフと協力できればできたと思うんですよ。つまり絵コンテの段階でちゃんと確定して、で各カットの秒数も決めれて、でこのは何だというふうにアニメーターの方がツッコミがあった時には、ああそうだな、そうかもしれんって言ってみんなの力をフルに出すと、もっといい絵ができたんでしょうけども、なんせ今回は宮崎駿のなんかこうまだ発行しかけてる思いつきの段階でしかないものもどん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 映像化したんでですね、なんかそのイメージを絵にする力弱まってんですよね。だからあのディズニーのパレードを見たいと僕言ったんですけども、全然褒め言葉じゃないです、パレードでしかないシーンが結構あります。で今の、宮崎駿ってね、なんかこう年老いた魔法使いみたいな感じで、晩年の黒沢作品に近い、僕夢っていう作品そんな好きじゃないんですよ。で好きじゃないんだけどすごいと思います、黒沢明の夢って。同じように今回のその君たちはどう生きるのかってそんなに好きじゃないんですけども、すごいと思うんですよね。でそれはもう黒沢天皇、宮崎天皇になったからできたことでもあるんだけど、だからすごいエンタメの巨匠、七位の侍を取った黒沢明がアートに近いものが作れたっていうのはいいことでもあり、なんだろうな、かつての黒沢を知ってた人間にとっては物足りないんですよ。同じようにそのかつての宮崎の黄金期の作画の凄さを知ってた人間にとっては、ポニョの波の上を走るシーンとかですね、すごいじゃないですか。でそういうのがあんまりないのがめちゃくちゃ寂しいですね。まあね、しかしですね、これはですね、その今の宮崎駿にできる体制なんですよ。つまりもう80超えたじいさんがアニメーション作るとあったら、昔みたいにですね、スタッフに怒鳴りつけてですね、俺が直すって言ってガーッと書くなんてできるはずがないんですね。で今の宮崎駿でもできる、いわゆるお手軽版な体制って言ったら失礼かもわかんないの、もう一朝一流のアニメーター揃えてますから。ただ宮崎駿の労働量としては明らかに下がってると思うんですね、低いと思うんですね。体力的に楽なのでですね、量産できると思うんですよ。新宮崎駿のですね、あのアニメって俺量産できると思うし、多分ね、もう作り始めてると僕は睨んでます。出なかったらこの作品ね、この状態で出さないと思うんですけどもですね、新宮崎駿の作品これからですね、2年に1本ぐらい見れるんじゃないかなと思ってるんですけど、スターウォーズよりペース早いんじゃねえかなと思ってますけども、お疲れ様でした。今日の無料はここまでです。最後までありがとう。チャンネル登録してってね。